皆さんおはようございます。斉良平です。今日は9月の29日木曜日ですね。はい、青森最終日になります。今日の朝の、飛行機に乗って、僕は帰らせていただくことになるんですけども、今回ですね、青森に来させていただいて、僕が感じたことで、その上で、ちょっといろんなところにちょっと行かせていただいて、自分がそれを体験して感じたことってことをちょっと、簡単にお話しさせていただくんですが、まずは昨日は、公演もあって、で公演もあって、本当たくさんの人たちが来ていただいて、本当にね、もう感謝です。始まる前に主催者さんの方から、青森の県民性っていうのがあって、過去にとあるミュージシャンが来て、ノリが悪いっていうことで、もう来たくねえって言ったんだっていう話を聞いたことがあって、そんなことがあるかっていう話をしてたんですけども、実際僕がやってみて、僕が思ったことは全然そんなことなかったですね。もうどちらかというと少し上品なイメージです。笑い方や拍手の仕方一つとってみても、なんかそういうちょっとイメージがありましたけど、見てくれてる人たちの視線自体は本当にね、めちゃめちゃ熱かったなと思います。で、公演、倫理法人会の方でも朝からさせていただいてってこともあったんですけども、何をどれだけ感じたか、たくさんね、いろんな場所にも連れてっていただきました。で、その中で今回ちょっとお話ししたいなって思ったのは、ちょっと僕が一つ全部言って感動しましたけど、これ昨日もちょっとお話しましたけどね、三内ですね。三内丸山遺跡っていう、日本最大の遺跡っていう風になっているんですけども、ここをちょっとね、案内付きでこういろいろ見させてもらったんですが、もう今から言う5000年以上前の遺跡になるってことなんですけども、何に対して僕がびっくりして感動したかっていうと、まずはこの時から、亡くなった人を丁重に扱った上で埋葬するっていう習慣があったってことです。で、やっぱそうなんだって。ただ僕が常日頃から、先祖供養、そして先祖に対する感謝っていうのはとても重要だっていうことをずっと言ってくる中で、この方たちがどういうふうにしてその先祖を祀ってたかっていうのは、石を置いてた、それにもいろんな説があるんですよね。玉石を置くことが目印になるとか、それをしていくことによって、それが魂の形を、取ったっていうのかな、なんかそのいろんな説があったりするんだけども、そこ説よりかは重要なことは、その集落に入ってくる通路があるんですよね。その通路の両サイドに先祖を並べたと。並べて入ってくる人たちは一番最初にこの人たちの先祖の道を通って自分たちの集落に入ってくるようにして作ったんですって話を聞いたときに、今でこそお墓っていう形を取りますけども、5000年以上前の人たちですら亡くなった人たちを慈しんでその上で大切に見ていくっていう習慣がこの時から存在してたんだなって。で、その集落自体は1500年以上の繁栄を続けたっていう話を聞いた時に、そういう風にして見ていく、やっぱり習慣があった人たち、そしてその集落、その人たちがやっぱり繁栄したんだなってことを思った時に、改めて本当に先祖供養の大切さってことは知ったなって思うことが一つで、そうですね、他にも言うと、僕自身が、今回の講演会を通した上で、青森の人たちがやってくれたおもてなし力、これはですね、もう本当に溢れそうになるぐらいすごいなって思うこと、食事一つとってみても、移動する一つにとっても、その上でいろんな場所に連れてってくれることに関してもそうなんですけども、そこでね、すごいサプライズもあったんです。で、サプライズっていうのは何かっていうと、僕が講演する前に実はサプライズゲストが来てますっていうことで、サプライズって思って、サプライズゲストってもしかしたら、町の町長さんとかそういう人が来て挨拶するのかなって一瞬思ったんですよ。そしたらなんと主催者さんが川村真由美先生ですって瞬間に、僕その名前を聞いても、いや真由美先生は来るはずないなって思ってたら、裏側から真由美先生が本当に出てきて、びっくりして、本当に来るのと思って、鎌村真由先生が斉良平っていう人はこういう人です。で、鎌村真由先生は何度か青森の方に来て、その上でお話をねされてるから、鎌村先生のことを知ってる人はたくさんいらっしゃるんですよね。で、その上でこういう人なんですよって話をしてくれて上でやったんですけど、僕はね、その後あまりの衝撃でぎっくり腰をやってしまって、
公演中ひたすら腰痛を我慢しながら喋るっていう事態に陥ったんですが、まあそういうサプライズゲスト一つ、見てみてもそうですし、食事一つ見てみても、まあ、日本酒も美味しいですし、お米も美味しいですし、まあその上で、まあこれだけの人たちにこれだけのことをしてもらってっていうことに対するなんか感謝が溢れて喋った、その流れのままで。正直、河村真弓先生が出てきた時点で、僕頭の中完全に真っ白になったんですよ。これやばいなって思ったんですけども、なんかもう自分の気持ちのままで喋ろうと思った上で、お話しさせていただいて、もうたくさんの方からね、温かい感想をいただいたので本当に良かったなって思うんですよね。でまあもうその後また、山に上がってね、神社にも行かせてもらったりとかっていうことを通した上で、そうですね、僕自身まあ、遺跡を回って今回青森の人たちのおもてなしっていうものに対して全部触れてきた中で、僕自身が思ったことっていうのは、そうですね、人ってこう永遠を夢見る、昔ね永遠を夢見たい、ずっと生きていきたいって思う人もいるし、ずっと繁栄したいって思う人もいるけど、それってやっぱりないんですよね。でも永遠っていうものをもし存在するのであるならば、それはねやっぱり人の思いだと思います。人の思いこそ永遠なんですよね。だから僕は今回この青森に来て感じたこと、そしてその遺跡を見て、5000年以上前の人たちが先祖を大切に見てきて、その上でこれだけの思いを持ってして、その集落その人たちを繁栄させたこと、そして今回僕が来ることによって青森の人たちが僕に対してどういう風なおもてなしを、これ多分ね何ヶ月も前から考えてないと絶対できなかったことだなっていうようなサプライズがいっぱいあったんですよ。もうそれに対して感動することっていうことですけども、感動してもう溢れましたね、溢れました。でその上で出会いを通して人って成長できるなって、その上で、まあ、いずれ別れは来る、その別れを通した上で僕は強くなれるなって思うことを通した上で、またねこの場所に戻ってきて皆さんの前に立ってお話しする日がやってくることを夢見て、また明日から頑張っていこうって思うこともそうですし、僕自身がここで皆さんからいただいたエネルギーとかパワーというものを、またそれを光に変えて、また地元にいる人たちを照らしていける力になっていけたらなって思うことを、まあね、昨日の夜もうずっと考えながら、なんかお酒も飲んだんですけど、それでもやっぱりなんかそういう思いがずっとあって、この溢れ出そうな思いを青森の人たちに返すのかっていうよりかは、帰ってまたたくさんの人たちに返せる力になって、その上で青森って場所が良かったよっていうことを伝えるきっかけになったらなと思う上で、なんかね最終日を迎えることができましたっていうことなんですけども、まあ、そういう感じで僕は今本当、人の思いこそ永遠、その上で、出会いを通して僕はまた成長できて、そしてまた別れを通して強くなれるんだなって思うことで、ちょっとね少しこの場所を離れる、家にも帰りたいなって思う気持ちもある半分で、もう半分がやっぱりこの場所離れたくないなって思う気持ちも半分で、もプロペラ機に塗りたくないなっていう気持ちが1割ぐらいありますけども、まあ、そんな感じでやってますけども、今日はですね、まあこの今の場所、とあるお店で許可をいただいて撮影させていただいてるんですけども、今回ずっとね主催してくれた方たちがね、最後の食事ということでこうやって参加していただいてますっていうことで、こんな感じで参加していただいてます。はい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。はい、もうそれで溢れる感謝の、そのね横にもう一人忘れちゃいけない方がいらっしゃるんです。はい、なのであんまりね僕の YouTube で喋るとあれだからっていうことで、私はね一言だけ挨拶、してくれって言ったんです。してくれと。そしたら分かったっていうことで、実はスペシャルゲストが今日は隣にずっといらっしゃいますけども、この方です。よろしくお願いします。こんばんは皆さん、おはようございます。河村真弓です。はい、もうね本当に、サプライズが過ぎる。サプライズ過ぎましたね。過ぎる。あれ何ヶ月前からあの仕込みだったんですか。あれはもうこの講演会が決まってすぐです。すぐ本当に同時ぐらいに主催の佐々木翔一さんから来てほしいって、もうすぐ行きますよ、来ますよ。え、何ヶ月前ですか。じゃあ何ヶ月前ですか。4ヶ月前。4ヶ月前つうことは、もう今回のこの全てのサプライズとこのおもてなしは4ヶ月前からの計画だった。もう本当そうで、本当にそうだし、私も青森に何度も来たことあるんですけど、もうね言っている意味がよくわかります。わかるでしょうね。本当になんかねこう私たちがこう講演するんですけど、でやっぱみんながその講演を聞いて元気になってもらいたい、光を見つけてもらいたいって思うんだけど、逆にこっちがグワッてもらうんですよね。ね、
もちろん公演やるとどこの地方にいてもいただけるんですけども、なんかそれ以上のものがその公演じゃないところでいっぱいあるんですよね。でいつもですよ、あと佐々木翔ちゃんはですね、私が来るともう、ね、青森パックというそのね、リンゴジュースだとかねぶたのこのパック女性だからパックとかもう全部お菓子とか全部詰めてくれるんですよ。もうそこから始まってくるんです。もうね、来るところから始まって、今回も私が着いた時ね、りょうちゃんに秘密で着いたけれども皆さんが全部そうね、僕以外みんな知ってたんですよねその上で僕の移動を全部チェックされてて、川村真由美先生と被らないように全部調整されたんですよね。それもみんなで連絡を取り合って、そしてもう最高のものを作り上げるという思いが本当にひしひしと伝わってきて、なんかこうやっぱりこう思いは永遠だなっていうふうに言われたけど、私はやっぱりね、小学校の教師をやってたから、やっぱり思いを大切にする子どもたち、そして思いを大切にする大人になってほしいと思ったんですけど、うん、こういった方々、こういった大人を育てていきたい、うん、大人になってもらいたいって子どもたちにいつも伝えてましたよね。いやもうね、全てが詰まってる期間でした、この期間は。本当に本当にそうです、うん、本当にありがたい、うん、だってまた戻ってきたいと思う、戻ってきた、帰ってきた、なんて言ったらいいんだろう、なんかまた来たいって思っちゃいますよね。そうだからこう、ね、来ますかって言った時に、まあ、りょうちゃんに会えるってもそうだし、あ、青森来ます、いや、わかる青森来ます、わかります、本当に。なんかもうそうそうそうね、うん、まあもうなんかもう多分間違いなくパワーアップして戻ります。いや、それにもう本当に今回めちゃくちゃパワー溢れてましたよ。いや本当ですか、すっごいぐわー伝わってきて、おかげさまでぎっくり腰で頭真っ白でしたよね。まあでもすごかったです。あれはなんかこうなんていうのかな、その思いで会場がこうぶわーって一つにまとまってましたよね、うん、本当にスタッフもそう、りほちゃんもそう、そのもう来てくださってる皆さんも、もう本当にこう一つのエネルギー体のようになんかこうまとまっていた。だから主催者の思いっていうのは本当すごいなって、いや思いました、本当に本当に思います。まあ、まあ、最後に僕からのまた、言葉で、言わせてもらうと、本当今回の期間を通した上で青森の人たちに本当にたくさんのパワーをいただきました。本当に気持ちがあるならば、あの会場にいた人たちと今回このサプライズもそうですし、主催に携わった全員の人たちに対してこの思いを伝えて抱きしめて送りてあげたいんだけども、一人一人には全員はできないなって思う、その気持ちは僕が帰って僕の大切な人たちに対して、それを抱きしめて、そしてその気持ちっていうもの自体を返していけるぐらいの、ものになったので、それをやっていけるようにっていうパワーを本当にいただいた期間だったなって本当に思います。本当ですね。でもなんかね、りょうちゃんのその講演の中に伝わってましたよ。もう本当に感謝の気持ちがいっぱい、最後感謝の話をされましたけど、一番溢れ出てた、溢れてた、本当溢れてた、もうね、ドゥワーって溢れてた、感謝の気持ちで喋ってた。だからこっちも感謝の気持ちで聞いてたし、本当に素敵な場所でしたね、はい、時間でした、本当に良かったです、はい、本当に必ずまた青森に戻ってくることを誓いまして、はいね、今日も元気よくガッツポーズで最後を締めていきたいと思います、はい、では先生いいですか、初でしょ、はい、ガッツポーズ、はい、初です、できますか、はい、ちょっと待って、顔見えないで、見えない、見えない、ちょっと待って、じゃあ行きます、ではガッツポーズで、はい、行きます、今日も元気よくいきますよ、では行きます、はい、せーの、おっしゃー、おっしゃということで、今日も元気よくいってらっしゃい。